さてここからは地域の気になる話題や今伝えたい情報を深掘りする深掘りトークのコーナーです。2月も半ばとなりましたが、これからの時期花粉症に悩まされる方も多いと思います。現在関東地方では杉の花粉の飛散が始まっているとの情報がすでに出ています。また今年は昨春に比べ2倍以上の花粉量になる見込みとも言われているんですね。ということで今日はこちら JR 新宿駅南改札口からすぐそばにあります高島屋タイムズスクエアビル内のハンズ新宿店さんにお邪魔しています。花粉を効果的に防ぐグッズを売り場の方にご紹介していただきたいと思います。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。自己紹介お願いいたします。はい、ハンズ新宿店花粉用品担当久慈文子と申します。よろしくお願いいたします。久慈さん、今日は本当によろしくお願いいたします。もう皆さんね、いろいろな情報期待していると思うんですけれども、私もね、花粉には毎年悩まされて春も秋も辛いんです。でお友達ももうすでに眠れない友人とかも出てきていてですね、皆さんきっと気になる情報ばかりだと思うんですけれども、はい、ハンズさんといえば、はい、いろいろなこう生活お役立ちグッズ、はい、新宿店さんセレクトされていると思うんですけれども、はい、まずはですね、お店について教えていただけますか。はい、かしこまりました、はい、ハンズはお客様一人一人の生活づくりに貢献するため、さまざまな商品を幅広く取り揃え、豊富な商品知識に基づいたコンサルティングセールスを行っています、はい、新宿店は全64店舗の中でも最も大きな店舗になります。今回の花粉グッズですが、スギ花粉の飛散が始まる2月の初めに3階のヘルスビューティーコーナーを設置いたしました、はい、現在花粉グッズを豊富に取り扱っております。今この花粉対策グッズの前にいるんですけれども、本当にいろいろなグッズがあります、さて改めてになりますけれども、花粉症とはどういったものかということでちょっと説明をしたいと思います。植物の花粉によって生じるアレルギー疾患の総称になります。主にアレルギー性鼻炎とアレルギー性結膜炎が生じます。日本国民のおよそ 25% が花粉症を患っているとも言われているんですね。花粉が目に入った場合は目が痒くなったり涙が流れる、目が充血する、それから鼻に入ると直後にくしゃみであったり、それから鼻水などの症状が出てしまうというものなんですね。ということで目と鼻からこの花粉の侵入を防いだり、そういったグッズ早速ですね、目の花粉対策グッズを紹介していただきたいと思います。はい、いろいろありますね。あ、こちらですね。はい、はい、どうぞこちらご覧ください。まずは目を守るものなんですが、はい、おすすめを何か一つじゃあ今日紹介していただけますか。はい、まず一つなんですけど、はい、こちらの花粉メガネになりまして。ありがとうございます。じゃあパッケージの方はこれはどれになります。はい、7番、これか。はい、あ、こちらですね。ありがとうございます、はい、ちょっと見た通りにここにガードがあります、はい、でちょっとかけてみていただいてよろしいですか。失礼させていただきます。これね、お店の方にもいろいろなこうつけられるようにメガネが置かれているんです。お、かけ心地は普通のメガネと変わらないです、でここの周りにあるシリコンのフレームなんですけど、これがしっかり風で舞い込んこう飛んでくる花粉を防ぎます。でこの時期やっぱりホコリもものすごいですので、それもここのガードでしっかり防いでくれます。あ、なるほど。ものすごく私のイメージではここのところも硬いかと思ったんですけど、すごい柔らかいですね。そうですね、もう顔にフィットするように柔らかくできてますので、割とこう違和感なく装着できると思います。これ取り外しができるんですか。そうです、ここの部分です、はい、今まで取り外しできなかったんですが、はいはい、今回これも取り外しがこちらでできますので、花粉の時期終わりましたら UV メガネとしてもご利用いただけますし、すごい、ちょっとした伊達メガネでも、はい、ご利用いただけます。春はこの花粉対策でかけていただいて、はい、夏は UV 対策でかけていただくということができると、はい、はい、ツウェイでできますので。なるほど。これちなみにお値段などは、はい、こちらのお値段税込み2200円となります。ぜひ皆さんもこれチェックしてみてください。すごく軽くてかけやすいですね、はい、特に自転車とか乗られるとすごく花粉が舞い込んできますので、はい、それを防ぐ意味でもとてもおすすめの商品になります。
結構目にピタッときましたので、ぜひ皆さんも目のかゆみなどをね、こう対策としてお使いください、はい、ということで、前半はこちらの眼鏡だけなんですけれども、番組後半では鼻からの花粉の侵入を防ぐグッズも久慈さんに紹介していただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。引き続きよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。それではここで一旦お知らせです。東京都立高校入試解答速報、入試の解答と解説を試験当日に速報でお届け、自己採点を徹底サポートします。放送はご覧のチャンネルで。地元応援つながるニュース、引き続きハンズ新宿店で取り扱われている花粉対策グッズについてお店の方にお話を伺います。久慈さん、引き続きよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、続いてなんですが、鼻からの花粉の侵入を防ぐグッズということで、早速この、ね、売り場の方に久慈さん、すごいいろいろマスクあるんですね。はい、今マスク売り場なんですけども、こちらぐるりと豊富に揃えております、はい、なんか色とりどり可愛いのもあったり、もう今カラーのマスクも大変流行ってますの で、はい、子供用とかもあるんですね。そう、お子様用もありますし、はい、あと女性にこう特化したものもございます。あ、本当だ、可愛い色のがいっぱいある。そうですね、小顔に見せるものとか、ね、たくさんございます。で、おすすめをぜひ教えていただけますか、はい、その中でもやはり花粉となると、はい、花粉の侵入をしっかり防ぐことが重要になります、うん、で、おすすめのマスクなんですが、はい、こちらのハイドロ銀チタンというマスクがございまして、ハイドロ銀チタン、はい、で、このマスクの間の層にこのハイドロ銀チタンのシートが入ってます、はい。で、花粉はなかなかちょっと隙間とかから、まあ、侵入する可能性もあるんですが、こちらのマスクですと、はい、しっかりとこのハイドロ銀チタンのシートが防いでくれるので、とても安心してご利用いただけます。全く知らなかった、はい、もうなんか強そうな名前ですもんね、はい、そうですね、もう名前からしてもハイドロっていうことでとってもなんかもう花粉が寄りつかないんじゃないかなっていう、はい、はい、で防いでくれるマスクになります。お値段もね、500円台とか700円台で、はい、比較的こう手にしやすいような価格ですね。そうですね、価格帯も買いやすいお値段になってます、うん、で、昨年までですとこのプリーツタイプだけだったんですが、はい、今年やはり流行りの、このされているダイヤモンド型っていう、はい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 、とても息のしやすいものなんですが、その形も出ておりますので、こちらのダイヤモンド型のマスクですと女性がこうしてもとても綺麗に見えますので、はい、ぜひ参考にされてください、はい、すすね、はい、そしてマスク以外もですね、はい、また先ほどのコーナーに戻りまして、いろいろなものがあると思いますけれども、はい、どうぞそのままで、他にはどういったものがありますか、はいはい、あとおすすめの商品なんですが、こちらの花粉ダブルブロックスプレー、何それ、はい、スプレータイプになりまして、はい、こちらを顔の上に、あ、今こちらが、はい、商品なんですけども、なんかお化粧品みたいで、顔の上からシューッとスプレーするだけで、はい、花粉を防いでくれるスプレーになります。これ実際に今使ってみても、はい、もうマスクの上から、上から、はい、かけて大丈夫です。ちょっと失礼します。普通に化粧水スプレーみたいな感じですか。同じですね、30センチぐらい離していただいて爽やか、はい、で香りも、はい、北海道のトドマツっていう松があるんですけども、その香りを使ってますので、はい、とてもこう男性も女性も使える爽やかな、本当だ、なんでしょう、こう森林浴をしているような、はい、爽やかな香りになります。何かこうちょっとこう乗るような感じなのかと思いきや、普通に化粧水スプレーみたいな感覚でつけられますね。そうですね、はい、もううっすらとつきますので、はい、あまりこうびしょびしょにはなりません。ありがとうございます。いいいい、そしてその他にもいろいろこちらのコーナーにはあるんですけれども、はい、もう一つ何か教えていただけますか。はい、はい、あとはもうこちらの、うん、気分リフレッシュ、はい、たくさん展開されてます ね、 そうですね、ノーズミントというこの商品なんですけども、はい、やはりもうロングセラーでベストセラーのこちらお品物なんですが、はい、これは何かと言いますと、この時期やっぱり花粉とか、まあ、いろいろホコリとかで鼻がムズムズしますね、はい、それを解消するものなんです。解消、開けていて、ちょっと開けますね、リップクリームみたいな感じ、はい、でこれを直接鼻にシュッとこう吸い込むだけで、はい、鼻のムズムズがすっきりいたします。これも私ちょっと匂い香らせていただいて
これも爽やか。すごい花粉対策のものって爽やかなもの多いですね。そうですね、もうスッとこのミントの香りが。マスクにつけるのもいいのかもしれませんね。実はですね、はい、これ鼻でこの鼻で吸い込むだけではなく、この舌を開けていただくと、こちらちょっとマスクのようにこう垂らしていただくと、はいはいはい、マスクがミントの香りですっきりいたします。ここには液体が入っていて、はい、こっちはじゃあ何か、そうですね、マスクのこの内側にピピッとつけていただくと、はい、もうミントの香りですっきり爽やか。携帯していただいて、ちょっとこれもじゃあやろうかな、いいですか。どうぞ。失礼します。ちょっと小池さんお持ちいただいて、すいません、すいません、はい、失礼します。この辺りにつけちゃっていいですか。そうですね、もうちょっとつけるだけで。ちょっとね、ちょっと本当は外してやった方がいいと思うんですけど。ちょっとつけよう。すっきり、すごい。ありがとうございます。ちょっとこう眠気もすっきりしますので、あのお勉強されてる時とか、なんかちょっと眠いなっていう時にスッとこうのこれをこう匂い嗅ぐだけ。これいいですね。眠気覚ましにもなります。あそこに衝撃ミントの香り、本当にその通り、もう衝撃。気分転換にもなるし、いいですね。はい、いいですね。こちら本当にあのベストセラーの商品になっております。ぜひ皆さんもちょっとチャレンジしてみてください。はい、もうスッキリさわ、ありがとうございます。マスク、そしてスプレー、そしてこちらのミントのものをご紹介していただきましたけれども、あの久慈さん、その他にもいろいろなこう対策あると思います、はい、対策グッズがあると思いますけれども、はい、番組ご覧の皆様にもメッセージをいただけますか。はい、あのこの辛い季節ですね、あのいろいろなこういう対策グッズございますので、ぜひ東急ハンズにお越しいただいて、はい、こちらの対策グッズで花粉を解消してください。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてイベントのお知らせもあるということで、そちらもお願いします。はい、ハンズ新宿店では昨日から2月27日までニャンズフェス in 新宿ハンズを開催しております。各フロアのコーナーで猫モチーフの雑貨ではなく、猫の目線で猫背や猫舌など猫にちなんだグッズをたくさん取り揃えております。私のコーナーの方では猫の可愛い雑貨の方をたくさん取り揃えておりますので、ぜひハンズ新宿店にお越しくださいませ。猫の方も気になりますね。久慈さんのコーナーもあるんですね、はい、あちらにございますので、ぜひ皆さん足をお運びください。はいはい、よろしくお願いします。ちょっともうすっきりしながら番組こう終えられそうです。ありがとうございま す, とい, ます。ということで、今日は久慈さんにいろいろな花粉対策グッズを教えていただきました。皆さんもぜひ参考になさってください。以上、深掘りトークのコーナーでした。それではここで一旦お知らせです。